女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。
戦を戦った4選手お疲れ様でした。 1.5 新日本プロレス東京ドーム大会でスターダム提供試合が行われることが先日発表となりましたが、ロシオがエグゼクティブプロデューサーそして、武士道のファイト上層部が会議をした結果、この試合タッグマッチで行われることになり、各ユニットから代表選手を1名選抜してのタッグマッチということに決定いたしました。ただスターダム現在スターダムには5つのユニットがございます。ですのでただいまよりくじ引きで出場選手決定のくじ引きを行います。どんなデルモンドは周囲選手、コズミックエンジェルは中野タム選手で言いました。クイーンズクエスト今リング上2人いますか、どうしますか。宇多美選手行きます。ジー大丈夫かよ。じゃあ、スターズと大江戸対代表選手リング上にお願いいたします。スターズは岩谷真由選手、大江戸応援の対全員で決めました。これで最初は行ってこい。応援の対スターライト選手でした。じゃあスターライト選手リング上へ。赤いのが2本、青いのが2本、そして何もついてない
ただの木が一本、色がついてないのを引いたら外れ、ドームに出場する権利がなくなります。もうちょっと。じゃあ今、こちら袋に入れまして、ちょっと待って、はい、5本ございます。誰から引きますか？はーい。じゃあ修正してまいりましょう。こういうの引きたかったんですよ。引きたかったんです、こういうの。はい、頑張ってください。見てる顔見せーの、はい。
ドームで、このドーム女がドームで必ず羽ばたいてきます。12月18日、クイーンズクエスト対思い出隊で私たちクイーンズクエストの絆の強さを見せて、両国では私と上谷が赤白体感、そして 1.54 東京ドーム上谷の出場が決まって、年末から年始、そしてこの先もずっとクイーンズクエストが皆さんを楽しませていきます。お楽しみに。決まったんだから、上谷、締めていいよ。今日は思うような結果に最後はなりませんでしたが、必ず両国で白いベルトを巻いてみせる。ということで、今日は私が締めさせてください。このまま29日最終戦も私が赤いベルト、そして上谷が白いベルトを取って2人で赤白タッグでこの年締めたいと思っています。いや、そうはさせません。今日は私はスリー取れなかったですけど、この週になると、まだまだ私は2021年防衛してきて、2022年もタムロードを続けていきます。ドーム女はドームでは武漢です。私が白いベルトを持って、宇多美あんたが赤いベルトを持ったら、赤のプライドと白のプライドを持って試合したいと思ってるよ。いいよ。お前のそのずっと白いベルトが一番だったことは昔言ってたんだよ。年末、うん、その白いベルトも赤いベルトも持ってずっと気に食わなかったお前と歌詞をかけて見てる、12月29日赤いベルト挑戦が決まって、前哨戦、最後の今日で最後の前哨戦が終わりました。結果は上谷の組んで負けてしまいました。でも12月29日両国は私が必ず赤いベルトを掴み取ってみせます。今度こそ3度目なんですが、絶対にこの私が赤いベルトを掴み取ります。そしてこの SWA、 このベルトも勝てて2冠戦でやりたいと思ってます。はい、 12.29 両国で狂いに狂って中野タムから必ず白いベルトを奪ってみせます。不死鳥。
必ず舞い降りるでしょう。そして 1.5 東京ドーム出場が決定しました。まあね、私は3回目になるんですけれども、ドーム女なんで、そちらでも必ず羽ばたいて、新日本プロレスさんだけではなく、たくさんの人にスターダムを知って、そして上谷さやという存在を知ってもらえるように、プロレスを見せつけていきたいと思っています。以上です。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。